平沢たち以外の黒服、長井たちの仲間になった黒服たちですが、実は彼らはこの4人で全員というわけではありません。というのも彼らは金さえ積めば少々荒っぽいこともしてくれる、なんでも屋のような存在で、中野の家に侵入した際にはこのように、4人の他にも数人いることがわかります。ですが長井が戸崎と手を組んだ後の黒服はこの4人しかいません。ではなぜ人数が減ってしまったのか？考えられる理由としては、佐藤の強行におじけづいたから、ではないでしょうか。グランド製薬を爆破し、さっと相手に勝利。そして雇い主である戸崎の暗殺宣言。それらを踏まえ戸崎の近くにいると危険と判断し、離れたのかもしれません。そして残ったメンバーを見てもそう考えるのが妥当だと思います。